愛いですわよね。なんか、今日サムネを作ってる時に同じ二次三次ライバーの楓様とちょっと、え、ミミズじゃないこいつ、楓様とお話をしておりまして、サムネを私、おい、トークしているだろうが、こちらはリアルミミズにしようかなと思っていたら、それはやめた方がいい、最悪バンされますわよって言ってくださって、あ、じゃあこちらにしようかしらって言って、普通のミミズのカラーでサムネを作ったら気持ち悪いって言われまして、いや、私は結構ミミズのこと割と可愛いって思っておりまして、楓様はね、ミミズがダメみたいで、リアルではないけど、まあまあ色味は、まあ色味は割とリアルかなぐらいので作ってたら、それもちょっとバンされる、最悪、ちょっとキモいよっていうことになりまして、あ、そうなんですのねってなりまして、あ、わかりましたわっていうことで、ちょっとじゃあ色味を変えてみましょうかって言って、こう最初レインボーにしたらいいんじゃないって、こう楓様がね、アイデアくださいまして、じゃあレインボーにしてみようかしらって、こう何やってみたら、おい、貴様、偽物が、あ、いや、いや、ちょっと、よっしょー、私が、ちょ、あなた、いや、いやよ、食えねえ、なんも、腹減ってきた。え、なんかカラーをね、変えてみたら、それはそれでなんか、色味がなんか汚くなっちゃってなんか、暴力を受けた後の暴力受けた後のミミズになってますわよ。ちっちゃい体にやられました。ちっちゃいけど体、心はでっけえ。暴力を受けて、輪ゴムで縛られた後みたいな色になってるって言われていやいやいや、そんなことないですわよって言ってたんですけど、まあでも言われてみれば確かに、まあ、確かに言われてみればそんな風にも見えますわねっていうことになって、それでまあこの色になったら、なんか靴下みたいで可愛いっておっしゃってくださって、あ、よかったって思ったんですけど、どうですか、可愛いですか。